大谷翔平、デコピン&マミコ夫人と歓喜の3ショット。ドジャースの大谷翔平選手がメジャー7年目で初の地区優勝を果たしました。試合後のシャンパンファイトではホームで決められて最高ですと笑顔を見せ、マミコ夫人と愛犬デコピンと共に喜びを分かち合いました。みんなの反応。大谷翔平に感謝、日本人として誇りです。これからも頂点を目指してほしいです。大谷選手、地区優勝おめでとう。デコピンの3ショットも最高でした。今日は決勝だと400塁打達成、残り3試合で 2HR で55号を期待してます。ロハス選手やフリーマン選手も頑張ってるけど、怪我に気をつけてプレーしてね。大谷が活躍するとハッピーな気分になるし、酒も美味しい。今日は特に嬉しい日でシャンパンで祝いたいくらい。地区優勝おめでとう。大谷、怪我せずにワールドシリーズ制覇を目指して頑張って。地区優勝、本当に良かったです。9月の緊張感を共有できて幸せでした。まだ夢の途中ですが、大谷一家のほのぼのショットには驚きました。久しぶりに元気そうなマミコさんを見て安心しました。相変わらずお似合いのカップルで、マミコさんのジャケットの背番号が17でしたね。デコピンも堂々としていて、やっぱり可愛いです。日本人スポーツ選手の活躍ニュースは嬉しいね。大谷さんとか見ると仕事が大変でも癒されるよ。大谷選手おめでとう。苦しい道のりを楽しそうに歩んで輝いてるね。この3ショット最高。マミコさんも素敵。これからも見せてね。このショットを日本人は待ってたんじゃないかな。これから何度も見たい光景だよね。大谷選手夫妻が輝いてるから日本人として嬉しいよ。地区優勝おめでとう。でもあと3試合で三冠王を狙えるかもね。首位のアライエスが打率3割1分2厘まで落ちてるし、パドレスは次ダイヤモンドバックスと対戦だから15打数1安打もありえるよ。大谷は今3割5厘で、次は最下位のロッキーズと高知のコロラドで試合、明日休むか、5555で三冠王を目指すか悩むね。フリーマンが出られないのはピンチだけど。ドジャースの試合で大谷選手の顔を見て勝つと思ったよ。謙虚な大谷選手にびっくり。デコピンと奥さん見て嬉しそうでよかったね。ベッツ選手が打てて嬉しい。頑張れドジャース。大谷さん、家族の支えで頑張れたんだね。ポストシーズンもこの調子で、記録更新も期待してるよ。奥さん、ナチュラルな美人で可愛いし、大谷選手にぴったりな180センチ、性格も良さそうで日本の宝だね。大谷選手の活躍で地区優勝、次のプレーオフも期待大です。大谷が今年も素晴らしい成績を残したことで、奥さんや一平ちゃんのサポートに関する批判を一切言わせなかったのは本当にすごい。一平ちゃんがいなくなって心配してたけど、大谷選手は影響なく好調なシーズンを過ごしてたね。笑い。大谷選手は結婚してから調子が上がったね。奥さんのマミコさんも元アスリートで、野球のための時間の使い方に理解があるんだろうね。ほんまに良いパートナーと結ばれたなぁと思うわ。ポストシーズン進出おめでとう。これからも怪我に気をつけて。大谷選手とドジャース、頑張って。地区優勝が決まったから、残り試合で打率3割を維持してホームラン2本打って、大記録達成してほしい。デコピンちゃんは大谷家とドジャースの一員で、広告塔としても立派。パパとママの愛情を受けて元気でいてほしい。マミコさん、普段何してるんだろうね。今は専業主婦っぽくサポートしてるけど、奥様会とかで活動してるのかな。大谷の妻ってだけで CM とかモデルとか事業展開もできそうだけど、静かに過ごしたいのかもね。あの綺麗さと身長 180cm って武器もあるし、新婚生活楽しんでるのかな。大谷選手おめでとう。マミコ夫人、アメリカの生活に馴染んできた感じがするね。大谷さんがシャンパンでずぶ濡れで、デコピンちゃんが嫌がってたけど、家族で喜べてよかったね。ドジャースも頑張ってほしいね。マミコさん、空港やレッドカーペットでは緊張してたけど、今は明るくておしゃれになったね。大谷さんとデコちゃんと家族になれてよかった。ドジャースと大谷を見るのに飽き立っていけん、よく聞くし、私も同感。味方な流でメジャーに期待上、それが続けられなければ失敗だよね。味方な流ができなければ彼の存在価値はないし、 DH で守備もせず盗塁を稼いでも虚しいだけ。彼のせいで出場機会を失っている選手もいるし、迷惑だよ。アスリートは自分さえ良ければいいって感じだけど、客観的に見ると立派な人間とは言えない。記録ばかり追いかける人間だよね。もっと世の中に還元できるアスリートを育ててほしいな。アメリカ人も、スポーツ選手も新記録で幸せを共有してるのが最高です。
大谷翔平夫婦はお互いに力を与え合って、マミコ夫人もどんどん綺麗になってるね。大谷選手と高身長で色白の綺麗な奥さん、まさにお似合いで火の打ちどころがないね。他の選手の奥様方も同じジャケットを着てたからチーム支給だと思うよ。大谷くんが抱っこしても大きいから、デコピンは結構大きい子だね。大谷選手のファンだけど、奥陽とデコピンの方が永遠に見てられる。マミコさん美しいな。みんなの反応としては、大谷翔平選手の地区優勝を祝福し、彼の活躍に感謝する声が多いです。少数意見としては、マミコ夫人の生活や活動に関心を持つコメントも見られました。当チャンネルの意見として、大谷翔平選手の地区優勝は日本人として非常に誇らしい出来事です。彼の活躍は多くの人々に喜びと希望を与え、特に今回の試合での決勝打や家族とのほのぼのとしたシーンは感動的でした。今後のプレーオフでのさらなる活躍を期待しています。